小笠原義地蔵小笠原吉次元な2年8月15日は、江戸時代初期の大名。尾張犬山領主、下宇佐桜藩主、日立笠間藩主。松平家忠の家臣小笠原長隆の長男。母は、小笠原重弘の娘。性質は、かがつ正との娘。小網義光、長江関東は、井上か後に、泉守。 署名宗忠。父の長隆が天正三年に没すると、引き続き松平家忠に仕え、関ヶ原の戦い後に家忠の後を継いだ、松平忠義が、終わり国清史上52万国に入部されると、家康の命でその不可労となり、犬山に所領を与えられた。この時、義継は犬山城を近世城郭にまで成長させ、城下町も整備した。 慶長12年、忠義が没すると江戸に召し返される。なお、長男の義光は忠義の死去に従って、増上寺で巡視した。義継は、その後、下佐国桜2万2千国を経て、日立国家様3万国に違法されたが、慶長14年3月26日に、死局連座によって改役された。これは、江戸に召し返されるとき、 忠義付で自らが支配していた公衆無川衆のより気球を自身の家臣にしようと領地校に組み入れ、このことに反発した無川衆が家康に直訴したことが露見したためという。また、忠義の後に終わりに入った徳川義直の不可老平井は近吉と不和になったことも不正発覚の発端となったという。姫路藩池田氏に仕えていた次男の長考も同時に、 追放された。その後、武蔵区に続き軍、池辺村にて寄生を送り、1616 16年に69歳で死去した。次男の長公は池辺村に父と共に重視、現名6年に没死した。子孫は江戸幕府旗本。ありがとうございます。